リキです。リツです。なんじゃもんじゃゲームやろう。なんじゃ。じゃあ早速勝負じゃ。これ勝った方が事務所での立ち位置が有利で。おお。だからもしリツが勝ったら、お前あれ買ってこいとか言っちゃって。あ、そこまで。言っちゃう、もう俺もう本当にもう下になるから。もし俺が勝った場合はもう覚えとけよ。さらにもう今よりも。そうだよ、なかなかきついぞ。今よりもってやめて。今優しいじゃん。誤解だね。やっていきましょう。やっていきましょう。じゃあゲームスタート。これじゃあ、たてがみお化け。たてがみお化け。せーの。玉ねぎパパイヤ。玉ねぎパパイヤね。ああ、にっこりハムちゃん。おお、かわいいね。もう一個も思い出せないんだよな。出てきたらわかるかも。覚えてるかもしれない。ああ、出るかも。とっさに出るかもしれない。俺もちょっと覚えてない。いきます。せーの。ああ、新しいね。虚無だ。ああ、新しい。こんにゃくとはんぺん。二人いるんだ。そう、いるんだ。せーの。あっ、たてがみお化け。あ、たてがみだ。うわー、新しいよ。激濡れおかき。はい、うん、あ、いい、素敵ですね。ですよ。うわ、これつけてないですね。つけてない。きゅうりの根っこ。あんまり理由は聞かないでください。玉ねぎパパイヤ。やられた。やっぱ自分がつけたのは、そうね、ちょっと愛着湧くね。はい。え、これ出てるね。出ました、出ました。にっこりハムちゃん。うわぁ。にっこりハムちゃんか、マジない。いきますね。はい。あ、話しました。ひょろげ。あー。ひょろ。あ、それで決めました。ひょろげね。ひょろげでいきます。ひょろげ。ちょっと難しくすんなよ。はい、いくよ。え、これ出たくない。虚無だ。せーの。あ、こんにゃくとはんぺん。ありがとうございます。玉ねぎパパイヤと混ざったな。たてがみお化け。すごい。さあ、玉ねぎお化けって言いそうになった。その玉ねぎが変わると。はい。玉ねぎパパイヤ。ニッコリハムちゃん。ニッコリハムちゃんです。出ない。ニッコリハムちゃんだけは絶対取る。ニッコリハムちゃん出ない。うわー、新しいキャラ来ましたね。あれなんて言うんだっけ。あれ似てるな。緑のモンスター。出ない。美容室でパーマ当ててるかよこさんがいるじゃない。全部につけちゃうやん。カールでマドモアゼル。むずいな。カールでマドモアゼルおばさんね。はい、ある。あ、言います。ニコリおばちゃん。ニコリおばちゃん。じゃん。カールでマドモアゼルおばさん。できね。俺も言いたかったよ、すごい。絶対言ってやるかと思って。次行くよ。行くよ。はい。新しいです。はい。スイカメロン。せーの。あ、カルデマドモアゼルおばさん。俺だね。せーの。スイカメロン。おばさん。スイカメロンです。せーの。じゃん。あ、もう一つ。こんにゃくとはんぺん。これ出ました。新しい。ぷくぷくね。ぷくぷくね。はい、シンプルぷくぷくね。うん、かわいいよ。新しいね。くせ毛グアバで。グアバ。何やねそれ。グアバね。そんなすんなりオッケーですって言うのよ。いや、人それぞれ感性がありますから。そうね。いきますね。これ出てる。激濡れおかき。激濡れおかきや。何、変な名前つけないで。そういう遊びなんです。せーの。ぷくぷく。じゃんけんぽい。いっしゃ。
せーの、激ぬれおかき。激ぬれおかきだけ絶対に出ない。激ぬれおかきは出ないのよ。濡れてるかどうかわかんないけど、そうそう、いきます。せーの、あったかいパパイヤ。せーの、キュウリの猫。せーの、キョム。じゃんけんぽい。なんでチョキ出すの。なんでファー出すんですか。あ、ヒョロゲーよヒョロー。あたり。さあ、よ、せーの、カルでまともあげるおばさん。すごいね。せーの、ニックリハムちゃん。ニックリハムちゃん。オッケー。この名前はちょっと独特だな。ニックリハムちゃんいいよ。カルでまともあげるおばさん。もうすごいじゃん。もう置いた瞬間にカが出てたもん。無理無理、勝てない勝てない。出ないもん。これす。せーの、はんぺんと違います。こんにゃくとはんぺん。ありがとうございます。せーの、キョム。せーの、こんにゃくはんぺん。こんぺん。こんぺん。はい。せーの、激濡れおかき。激濡れおかきやめない、マジで。これいい勝負かもね。いきますよ。せーの、激濡れおかき。どうぞ。せーの、ひょろげひょろ。最後ラストです。いきますよ。せーの、戦ってお化け。戦ってお化け。これさあ、結果発表いきますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、おお、まあ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 、これこのゲームで勝ったところで何ですかって話ですよ。あ、なんかそんなこと言っちゃうんだ。じゃあ今日からりっちゃんはこの先輩です。え、じゃあリッツさんは 何分前に入られるんですか。私は1日は変わるね。いつでも大丈夫。どういうことよ。はい。ということで、別のカードゲームをやりましょう。今度次は絶対に次てめえを負けませんよ。カードゲーム強いですから。てめえを突っ込んでくれ。いつも言われてるからな。おい、やめろ。あ、言ってない。印象操作。バイバーイ。ありがとうございました。